ガースブルックスはアメリカ合衆国のカントリー歌手、作曲家。また多くのチャリティーにも貢献している人物としても知られる。リリースした7枚のアルバムすべてがアメリカでダイヤモンド入りを獲得したを唯一のアーティスト。アルバムの販売総数は1億4800万枚。これはイルビスを超えており、米国で最も売れているソロアルバムアーティストで1位を記録している。 1989年、突然のヒット作とともにチャートトップ常連の仲間入りを果たす。それまでの売れるカントリー歌手の典型的な外見とも言える痩せ型超新ではなかった。彼はその音楽性によって人々に支持されるようになる。ポップやロックの要素を取り入れ、その CD や派手なライブ演出などで人気を獲得した。カントリートップ10のみでなく、 全米総合トップ12まで食い込むほどになり、カントリー音楽をより多くの観客に知らしめた。またその売り上げは驚異的で、カントリーは売れないという常識をも覆した。70枚以上のシングルがヒット作と呼ばれ、15枚のアルバムをチャートインさせた。母国、アメリカのみで1億2800万枚以上のアルバム売り上げを記録した。 コンサートやライブの動員数においても数々の記録を樹立した。クリス・ゲインズという名でもアルバムを発表しており、アメリカでは評論家の意見が2分される問題作として有名だが、イギリスでは名作という評価を受けている。2001年、リコなどにより家庭生活と音楽活動との両立が困難という理由から突如引退を宣言した。その後も世界中のファンから、 伝説のカントリー歌手として愛されている。また、前妻との離婚以前から、親密な交流があるとされた女性カントリー歌手の、トリー・シャイアウッドと2005年に二度目の結婚を果たす。しばらくは、故郷である米国オクラホマ州タルサ市に、娘と暮らしており、娘のソフトボールの練習や試合の送迎をするなど、ごく普通の父親としての生活を送っていたため、娘のクラスメートや保護者、 隣人などは、ガースブルックスは、かつて世界で最も有名なカントリー歌手だったのよ。と、もうすでに過去の人のような説明を子供たちにしていたという。2007年11月、グレイテストヒッツアルバム、ザ・アルティメットヒッツをリリース、6年ぶりに戻ってきた。さらに、カンザスシティにできた新しいアリーナ、スプリントセンターの落とし公演を行うことが、決定している。 2014年に13年ぶりの新作アルバムを発表。その後も精力的な活動を続けている。一度も来日公演が行われていない大物アーティストの一人である。ありがとうございます。